マスラ駅は北海道網走市屋座マスーラ104の一にある北海道旅客鉄道専門本線の駅である。駅番号は B78、電報略号はスマ。専門本線における釧路支社管轄最北端の駅である。1977年のマスラ駅と周囲約500メートル範囲、左が網走方面、すでに無人駅で、 短式ホーム一面一線しかなく、側線は認められない。かつては駅裏側に貨物線を有していて、本線は分岐が撤去された線形のままになっている。後に線形が直され、それに合わせてホームが拡幅された。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成金塊がマス量の公的地だったことによる。 短式ホーム一面一線を持つ地上駅、知床斜利駅管理の無人駅である。駅舎の老朽化が激しいため2014年12月より工事に着手。長らく使われた旧駅舎は同年12月16日に解体され、利用者数に合わせ規模を縮小した延べ床面積約10平方メートルの新駅舎を旧駅舎の線路側に建設。 2015年1月5日に工事が完了した。1日の平均乗降人員は以下の通りである。駅周辺は漁業の小さな集落やドライブインしかないが丘の上に住宅街が広がる。ホームからオホーツク海を眺めることができ、1966年から1996年まで付近に海水浴場が開設され利用客で賑わっていた。 ありがとうございます。